一般人の滑らない話。いや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 ということでね、なんですか今の？いや、よよよよなんですか？いやだ、よよよ。もう一回ちょっとお願いしますか？一般人の滑らない話。いや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 って、全然面白くないですね。そうなの、大丈夫かな、大丈夫、滑れない話ですよ。もう若干滑ってませんでしたよ。そう、大丈夫ですかね。自覚はないけど、自覚はないということで、もうこれは単純です。一般人さんが滑らない話を披露するということで、早速いきましょうか。もう無制限です。時間もう無制限なんで、喋ってください。どうぞお願いします。はい、はい、いやね、この間ね、この間っつっても俺があの NSC に通ってる頃ですね。そう、あの吉本のね、育成所あるんですよね、養成学校。そこでね、もう通こう電車で行って、そっからね、あの学校に行くまでの途中に起きた話なんですけど、こうね、普通に向かってたんですよね。あれ今日遅れちゃうな、急いで行かなきゃなって、今日はあれかダンスの授業だったなと思いながらね、ちょっと行こうとしたんですよ。そしたらね、なんとね、隣でキキッドドーンって脅したんですよ。なんだと思ってね、こう見たんですよね。したらね、こうランサーがね、あのこう信号待ちで右折しようとしてたんですけど、そこをね、こう追い抜そうとしたんですよね、少しね。あ、多分間違ってね、右折レーンに入っちゃったんで、本当はまっすぐ行きたかったんですね、ランサーね。そしたら後ろから来たあのバイク、2人乗りのバイクですね、多分ね、彼氏と彼女乗ってたんですよね。それがバイクがそのランサーにぶつかりまして、でダダーンって落としたんです。やべやべ、なんかこれ大変になっちゃったんじゃねえと思ってね、これはもうちょっとあの救急車とかね、呼ばなきゃやんねえなと俺思ったんですよ。でね、そんでね、こう、なんかこう、そしたらね、なんと、その止まってたランサーの前の車が救急車だったんですよね。で救急車、そのままこう事故やったのまあさ気づきまして、そのね、救急車、こう後ろ、バックドア、誰も乗ってなかったんですね、ちょうどね。で、バックドア開けて、そのままね、あのこう後ろから、そのカップルね、2人、まあ一応なんとかね、こう立ってこられるような感じだったんで、まあ、びっくりはしてましたけどね、乗ってこようとしたんですけども、その時にも結構ね、女性の方ね、足とか結構ね、怪我しちゃってね、血とかこう、たらたら垂れてたんですよね。でもね、その救急車見ながらね、こうやりました。超ウケるー！もう、これ見た瞬間にね、あ、なんか、お笑いの力って結構すごいんだなって思いましたね。あんなね、怪我したのをね、こうね、吹き飛ばしちゃうような力があるということでね。まあ、そういう感じでね、一本目終わりました。いや、今の一本目です。大丈夫ですか？いや、これもう滑らない話って俺言っちゃってるんですよ。今滑ってた？滑ってません。どこやな？いや、今ちょっとこれもやっぱ YouTube なんで、ちょっとこれが YouTube の悪いとこで、やっぱ反応が分かんないんですけど、視聴者も。そういや、僕の予想なんですよ。もう予想なんですけど、滑ってませんでした？いや、これちょっと一回こうちょっと止めて、またちょっと撮り直しみたいな感じでやります。せっかく喋ったのに。いや、あのちょっとまあ、いや、俺的には結構一般人の滑らない話。よってことで、ね、もう一個喋ったよ。滑らない話ってことで、ね、もうね、単純です、この企画は。一般人さんが滑らない話を喋ればいいんだ。ああ、そういうことですよ。早速行きましょう。もう一本。さあ、お願いします。あ、じゃあもう、しょうがない。もう一本ね。もう一本とかいらないです。お願いします。これね、俺が小学校時代の話ですね。小学校1年生。まあ、低学年。その頃ね、あのこうね、あの、ロボットはっちゃんとかっていう番組だったと思うんですけど、あの、実写版のロボットとかがこう出てきて、あの、ロボコンとか、ああいう感じですね。あれで、こう最後のエンディングで、あのバラバラマンっていうね、あの敵役がいるんですよ。その敵役のこう悪いやつが傘を持ってあの、ね、空からこうふわふわ降りてくるっていうシーンを見たんですよ、小学1年の時。そしたらね、あ、これさ、小学1年の俺だったらさ、あんなあのバラバラマン思うようにさ、あんなふわふわ降りてこれるだろ。そしたら小学校1年だったらもう完全にさ、傘持ったらさ、空飛べんじゃねえって思ったんですよね。ね、そんでね、一緒にね、バラバラマン、そのテレビ見てた友達と一緒に屋根に登りまして、傘持ってね、じゃあ二人でね、これからこの屋根から飛び降りるぞってね、言ったわけですよ。
したらね、もう友達がなんかいきなりね、泣き出しちゃってね、なんか、あなんだよって、いや、ってこんなんで飛べるわけないじゃんとかね、ちょっとね、喧嘩になりそうになって、なあ、お前な、本当にさっき言うあのバラバラのテレビ見たろって、あんなおっさんが重なってす、お前、とこうふわふわ降りてきたのにさ、小学生の俺らがさ、飛べねえわけねえだろって言ったわけですよ。したらね、友達がね、いや、これはなんかね、一緒に友達とテレビを見に来て、なんでこんなね、あの精神にこう生徒心にね、もう直面しちゃってるんだってことでね、もう泣きちゃくちゃって、もうしょうがない、じゃあさ、あの俺が飛んでみせっから、お前ちょっとそこで見てろよってね、言ったわけですよ。でね、俺ね、こう勢いよってね、傘持ってね、行きましたね。で、屋根から飛び降りたわけなんですけども、したら、まあ、案の男ね、案上こう行ったら、もう傘が上向いちゃってバーってね、行ってね、下畑だったんですけど、畑のところにこうズボってね、こう、まあもう予想通りね、埋まっちゃいました。それ見てね、友達、もう、とりあえずその日はなんとか終わったんですよ、そのまま。その次の日ですよね。なんかね、職員室に呼ばれたんですよね。なんとその友達が、その話をね、先生にチクっちゃいましたね。それでね、もうね、先生にこぴどこ怒られましてね、おー、なんだ、君はあれか？なんか悩み事でもあんのかって言われてね、なんと、ね、俺なんか悩み事あってね、傘持って自殺しようとしたとかね、思われてたらしいですね。いや、傘持って自殺しねえだろっていう話ですよ。それで、なんとそんな話、もう傘持って実写版のそういうアニメ見て飛び降りたっていう少年がいるってことをね、その先生がこう反面教師にして、いろんな生徒にね、それ話しました。で、それでね、こういうやつがいるけど、あのみんなはね、いい子だから真似しないようにしてくださいねっていうふうにね、しかもそれ、1年だけじゃ終わらなかった。俺が小学校1年から6年になるまで、ずっとその話がこうね、受け継がれていっちゃったわけですね。今でももしかすると受け継がれてるかもしれません。どうだ、これ滑ったろ。一般人の滑らない話。よっ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 、ということでね、さあこれから一般人さんが滑らない話をしてくれるということで。いやいや、さっき言ったろ。今のダメなの？まあ結構いい線いってたと思うんだけど、視聴者に判断していただきましょう。どうだ、これ分かんない、分かんねえだろこれ。